お願いしますよ。皆様お久しぶりです。初代目ホワイトを やらせていただいてましたホワイトです。2代目ホワイトから、見てくださってる、人には、知らないかもしれないんですけど、初代のホワイトをやってました。自分が、YouTube を引退して約1年になるんですけど、その間ですね、ちょっと福岡から離れることになりまして、期待してたんですけど、この度ですね、いろいろなちょっと、幸運が重なってですね、福岡にまた戻って来られることになりましたので、今後はですね、ブランドホワイトのホワイトのホワイトとして、また動画に出させていただきたいと思いますので、応援よろしく、動画よろしくお願いします。お願いします。このことなんですけども、やっぱ、今までやっぱ剣道だけ頑張ってきたんですけど、やっぱり他のことにもですね、挑戦したいなというのもありまして、今後は剣道だけに限らず、いろいろなことに挑戦していきたいと思いますので、どうかそのところもよろしくお願いします。お願いします。なので最後に伊藤さん、締めをお願いします。はい、ホワイトさん、そのままでお願いします。はい、ブルー&ホワイトのブルーです。ホワイトからね、ありました通り、この度ホワイトがですね、福岡の方に帰ってくることができましたので、またね、ブルー&ホワイトの、ホワイトとして活動を、再開ということになります。どうか皆さんよろしくお願いします。それでですね、2代目ホワイト引退の時にですね、3代目ホワイト募集という動画が上がってたんですけども、3代目ホワイトの募集の方をですね、何件か来てたんですけども、そちらの方、打ち切りということにさせていただきます。応募の方ありがとうございました。またですね、今のところはないんですけど、メンバー募集とかもしあったら、その時はよろしくお願いいたします。でですね、今後はですね、ホワイトからも、先ほど話してもらったんですけども、剣道というチャンネルで剣道だけやってきたんですけども、もっとですね、剣道を知らない方にもですね、ホワイトを知ってもらって、そこから剣道を見てもらうという、もっとね、剣道の人口を増やしていきたいなと思いますし、剣道の動画だけじゃ、やはり限界も、感じてきておりますので、このホワイトをですね、もっと有名にしていきたいなっていうのもありますので、今後は剣道以外に関わらず、いろんな動画をですね、やっていきたいと思いますので、そちらの方もどうぞ見てください。もちろんね、剣道の動画も、上げていきますので、そちらの方もよろしくお願いします。それはですね、少し長くなりましたけども、これからブルー&ホワイトよろしくお願いします。そう、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よし、撮影終わった。よし、じゃあもう寒いしね、もう帰ろうか。お、もう貝殻好きなんや。あ、そうですね、貝殻好きやね。マジで。じゃあ、そうや、じゃあ貝殻、これ全部向こうの方まであるの全部拾い集めてみた。これ全部取ろっか、企画で。これで、これ行こう。よし、今から行こうか。全部は、全部は無理です。